ございます。1月16日朝6時です。フェリーの時間が9時なんで、ここからフェリーのとこまで40分ぐらいかなです。まあくっそ寒いっす、マジで本当に寒い。もう暑かったり寒かったり、手がさもうやばい、寒すぎる。まあでもね、この寒い、その寒いももう多分お別れなんで、もうこれからずっと暑いやつ言うと思うんで、まあ、最後まで登って安全運転でフェリー乗り込みまで行きましょうか。とりあえず、あー寒い、音がもう無理、ということで無事着きました。フェリー乗り場ですね。うわ、バリ寒かったマジ、本当に寒かった。もう本当に凍えてます。うわ寒い。まあ日が昇ってきて暖かくなってきましたけど、だだ。もう鼻水ジュジュジョロジョロです。40分もかかってきちゃった。だだだ。引いてるのかさ、喉が痛くて、僕いつも喉からくるんですね、風邪って。喉がね、ちょっと腫れてって、あと咳が出て鼻水もあるし、早く暖かいところに行きたい。とにかくよし、おはようございます。1月もう何日かわかんないです。18日です。です、今ねメルブルーンのちょっと西側、ジーロングってとこにいるんですけど、これから、まあ、1月18日なんですけど、アデレードっていうね、次の都市、でかい都市があるんですけど、まあ、アデレードで、1月23日のお昼に友達と待ち合わせしてるんで、かっこ女の子と待ち合わせしてるんで、それまでにあと5日間でそこまで行かなきゃいけないですね。まあ多分行けるでしょう。これからまあグレートオーシャンロードっていうオーストラリアで一番綺麗な道に行くんですけど、まあちょっとあいにくの曇り空、あら、さっきまで結構曇ってたんですけど青空が戻ってきてますね。ただね、風がくっそ強いですね、マジで。またかよ、またかよと思うぐらい強いです。まあここのね地域本当あの天気が変わりやすいんで、しょうがないってしょうがないですけど、風に煽られるのが怖いんですよね。バイクをね、駐車できないんですよ、あまりにも風が強すぎて。そんなに強いんで、まあとりあえずね、グレートオーシャンロード行きたいと思います。ちょっと結構楽しみです。まあ12人の使徒とかいうね、なんかいろいろ有名なとこありますけれども、僕行ったことないんで結構楽しみです。行ってみましょうか。
のキャンプ地に着きました。大変いいとこでございますね。トイレがあって、まあ草地があってみたいな感じで、普通のなんとへんてつもないキャンプ場ですけど、トイレとか水ある水あるっぽいね。うん、水ある、多分あるだけだいぶマシです。電波も通るし、大きい道の隣なんで何かあっても安心っていう感があるんでね。今日はここで寝たいと思います。さあ、どこにテント立てようかな。どうしようかな。おはようございます。1月19日、お昼の1時です。最近は起きるのも遅いですし、出発もめちゃくちゃ遅いです。さっきね、声頭洗ったんですよ。あまりにもちょっと痒すぎてさ、まあ、そんな感じで、1時になってしまいました。1時11分ですね。1です。今日は特に予定ないんで、とにかく西に進むだけです。今日は安全運転で行きたいと思います。なんで今止まってるかというとですね、ジャパンストリートっていう道を見つけて、おー、なんでこれみたいな、ジャパンストリートって書いてあって、なんか日本にゆかり、こう走ってたんですけど、なんか日本にゆかりのあるたくさん日本のなんかお店とかあるんかなって、ぱいって入ったらなんもないっていうねまあ、突き詰めていくと、なんか日本と関係のあるあれなんでしょうね、よくわかんないです。インスタ載せよう。みんなインスタグラムフォローしてますか？インスタ写真いっぱい載せてるんでね、マジで1日1個1枚写真載せてるんで、ぜひインスタグラムフォローしてください。もう Twitter とか全然使ってないんだね。 Facebook とかインスタのコメントに比べて Twitter のコメントとかちょっとなんか気持ち悪いかなと思っちゃうんですよね。あんま使ってないです。一応アカウントあるんですけどね。おーおーおー、何なんでしょうね、ジャパンストリートって。何か気になる。ちょっと進んでいこっか。ジャパンストリートなんかあるかもしれないですね。いや、マジ何もなさすぎだな。ジャパンのジェの字もないわ。あんまりもあるかなと思ったんやけど、そうそう、何やろ、日本人が昔作った何やろね、なんか戦争とか関係あるのかな。全然わかんないです。何にもないって書いてあるね。帰ろう。行くほどでもないわ。へぇー、まあ、今のことは何なんだろうね。何なんでしょうね。面白いですね、こういうの。行っていいよ、先に頑張って。オーストラリアはマジなんかこう健康に気を使う人が多いですね。なんかみんな走ったりなんかね、日本より全然健康に気を使ってると思います。はい、ということで、ね、めっちゃ大雨になってきたんですけど、いろいろ対策を取ってたんですけど、もうね、あまりにも雨足が強すぎて、今僕がテント立ててるとこがですね、もう水たまりになっちゃって、もうなんか水たまりの中にテントがある状態になっちゃったんですよ。でまあもうどうしようもないです。やばいです、これはちょっとマジでやばい。で、雨足は弱まるところがどんどん強くなってくるんで、いや本当にね、もう水たまりになってて結構やばいです、本当に。そこら辺考えてテント立てたつもりなんですけど、なんかね